死ぬほど直前まで練習したんですけど、はい、めちゃくちゃ飛んでしまいましたね。あ、本当ですか。あんまり覚えるほど歌詞多分ないと思うんですけどね、この曲皆さんも覚えてしまうぐらい簡単だったかなと、はい、ちょっとね、脳みそが小鳥ぐらいしかないだいぶ、だいぶ小さめになってますね。だからそうなんですよ、はい、ボリュームダウンで多くしてます。ダウンですか。はい、アップしていきたいですね。まあ、そうなんだ皆さん忙しかった大西さんにもう一度大きな拍手を。ではちょっと準備ありますので、ここから大西さんにまたマイク渡したいと思います。お願いします。あ、こんばんは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 。まだまだ僕たちがターンをしてる。多分ジローさんも準備があると思うんですけどね。改めまして、今回仕事人ライブ主催、皆さん来ていただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったひとときも、我々のライブの中盤というところに差し掛かって参りましたね。ごめんなさいよ。で、まあ、初僕たちいつもはね、ごめんなさいよ、前座ばっかりさせてもらってるバンドが、まあ、ちょっと奮起して今回は大トリを務めさせていただければなというところで段取りしてまいりましたが、はい、初主催ライブに来てくださって本当に皆さんありがとうございます。そんな中
でですね、はい、いや、まあ、やっぱり僕たち初めて通り務めさせていただくということで、まあ、単なるエンタメバンドとしてですね、単なるライブをしたのでもあれかなと、少し工夫を凝らしてゲームを加えた出し物をできればな、そんな風にエンタメが出していきたいかなって思いながら。ところで、まあ、お話急にガラッと変わるんですが、なんかお腹がお腹がね、もうだいぶ空いてきましたね。結構陽気を取って踊ったんで疲れてきたんかな、栄養溜まってるかなと思うんですけど、皆さんどうですか、お腹空いてきたよっていう人いませんか。イエーイ、お腹空いてないよっていう人いる。あれそれはそれでいないっていうね、はい、準備の方はいかがですか。なるほど、はい、ということで、はい、それでは続いての曲参ります。はい、はい、なってくると思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこれで一番有名な曲やります。世界で一番有名なバレエの曲やります。皆さん聞いたことあるので聞いてください。適当に入れてください。キャベツ
はみじん切りで適当にお願いいたします。はい、次は刻んだおネギを入れていきます。こちらのネギの方、定規、刺しなどを使ってきっちり3ミリで切り揃えていただければと思います。3ミリでございます。こちらもですね、たこ焼き1個につき3粒よろしいですか。1個につき3粒きっちり、測って入れてください。はい、では最後にまた液を流し込みます。先ほど先に使いました液を約5000倍ほどに薄めたものを鉄板がジャブジャブになるぐらい先生これは5000倍ということでよろしいですかね。はい、では続きにいきましょう。いい感じに温まってきたらたこ焼きを回していきます。はい、材料すべて入りましたら約2年ほど鉄板を温めていただきまして、返していただきます。めんどくさい場合はバイトなどを雇うのもいいかと思いますので、はい、ぜひ参考にしていただければと思います。おさわりは禁止でございます。火星に触らないようによろしくお願いします。いろいろと話題になっておりますのでよろしくお願いします。はい、ですね、今日たくさん興味が。